少しずつ薄着になって気になるところがウエスト周りです。脂肪をねじって撃退しましょう。内臓にもいい刺激が加わりますので便通改善にもつながります。まずマットの上に寝転がっていきます。膝を立てて寝転がったら両手体の横長く伸ばして両手マットもしくは床を触っていきます。左のももの上に右の足を乗せて足を組んだような形を作っていきましょう。そのまま両方の足をゆっくりと左側に倒していきます。ウエストをしっかりとねじりたいので右の肩がしっかりと床にくっつけたまま維持していきましょう。上がってしまうとねじりがちょっと浅くなってしまいます。このまま20秒から30秒ほどキープしていきましょう。キープしたらゆっくりと両方の足を戻して反対側も行っていきましょう。